皆さんこんにちは。今までアンプやコンデンサに音の違いがあるとされてきました。測定した数値に現れないものがどうして違って聞こえるのでしょう。オーディオの世界には理論で説明できないものがあるのか、それとも人間は数値に現れないわずかな違いを聞き分けできるのでしょうか。今年の1月に本格的なブラインドテストを行いました。この結果から今まで謎だったアンプの音の正体がついに判明しました。今回はこれについて詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧になってください。テストの内容と結果は次の通りです。アンプとコンデンサの音についての12問の聞き分け問題でした。これに11問正解された方が2名、10問正解された方が5名おられました。 3.1 万回再生されて117名の方から回答をいただきました。たくさんご回答いただきまして本当にありがとうございます。今回の問題を偶然当てる確率は次の通りです。確率はトライの仕方によって変わります。問題は AB の2択でしたが、 A と B の数を全く気にせずに答えた場合は1列目、 A と B の数が同じくらいになるはずだと思って答えると2列目になります。一般にこの確率が 5% 以下であれば偶然ではないと言えますから、10問の正解で結果が分かれます。10問正解された方は自己判定してみてください。テストに答えていただいた方は117名ですが、3万回再生されていますので、トライした方は1000名を超えると思います。その中から偶然を除いて聞き分けできたと言える人の数は 1% に満たないでしょう。この結果から半導体アンプや電解コンデンサの音の違いはほとんどの人にはわからないと言えます。正解の多い方はどんなオーディオ機器を使ったのでしょう。これについてご披露いただいたものがありますのでご紹介します。11問正解された方はデジタルアンプ内蔵スピーカーに光デジタル接続されています。これは最も情報の損失が少ないシステムです。10問正解された方はモニターヘッドホンを使われていました。耳のすぐ近くで音を出すヘッドホンは情報の損失が少ない再生機器の一つです。A と B の音はほとんどの方にとって初めて聞く音です。これを当てるためには持てる知識を総動員して推理する必要がありますが、マッキントッシュの音は昔からの定説があるし、コンデンサーを変えて音が良くなったという報告がたくさんあります。これらが本当なら推理などするまでもなく当てられるはずですが、テストの結果は次の通りでした。マッキントッシュを国産の3万円と間違えた方が多いですね。コンデンサについてはほぼ半々です。この結果からマッキントッシュやムンドルフといったブランドに固有の音はないと言えます。一般にアンプの音とされているものは次の3つを足したものです。アンプを変えるとこれらが変わって音が変わって聞こえるわけですが、今まではこの3つの比率が分かりませんでした。これについて一つ一つ見ていきます。
値段を聞いて現物を見ながら音を聞けば、マッキントッシュの方がいい音に感じる人が多いと思います。これが見た目の音です。目隠しするとどっちがどっちかわからなくなります。今回のテストでは右の方をマッキントッシュと答えた方が多い結果でした。このことから耳は見た目や値段に騙されることがわかります。目隠しすると見た目の影響を排除できますが、まだ音が変わって聞こえます。それはダンピングファクターの音があるためです。ダンピングファクターの音はスピーカーが決まると計算で出てくるイコライジングカーブです。スピーカーによってカーブが変わりますが、計算で予測できる音です。スピーカーの代わりに低高負荷を使うと、この影響を排除してアンプ本来の音を聞くことができます。テストではこのアンプ本来の音をお聞きいただきました。そしてほとんどの人がわからないという結果でした。ということは、私たちが今まで耳にしてきたアンプの音は結局見た目とダンピングファクターの音だったと結論付けることができます。真空管アンプではダンピングファクターの音が関係しますが、半導体アンプではこれがほぼフラットになって関係なくなります。結局半導体アンプの音は見た目の音だけで決まることになります。視聴するときにボリュームをだいたい同じくらいに合わせると、音量の違いやギャングエラーの音が追加されます。これによって迫力や奥行き、広がりが違って聞こえます。これが皆さんが今まで耳にしてきたアンプの音の正体です。冒頭にお話しした音の違いが数値に現れない理由もこれで説明ができます。見た目の音は測定に現れません。データはいつも音に違いがないことを示すだけです。音に違いがないならお金をかける意味がないということにはなりません。オーディオ機器の価値は音で全てが決まるわけではないからです。オーディオ機器には3つの価値があります。オーディオ機器は第一に見た目が重要です。音楽を聴くときに目に入る立派なオーディオ機器の顔は出てくる音に感動を与えてくれます。これが見た目の価値です。どんなに他人の評価が高くても見た目に満足できない製品と向き合って聴く音楽はつまらないものです。音に不満がある場合はその製品に目がいって買い替えたくなります。他人の評価で選ぶとこの問題が起きます。オーディオ機器は見た目に満足できるものを選ぶことが大切です。回路や構造に設計者の情熱やこだわりが感じられる製品には物としての価値があります。触った時の感触や操作した時の音も価値を作り出します。設計者のこだわりを具現化したものは芸術品と言えるでしょう。ただし理屈がおかしいものは思い込みを具現化したガラクタになります。80年代のオーディオアンプはノイズや歪みが十分小さくなって人間に感知できない領域の争いになっていました。人間に感知できないから意味がないというわけではありません。無意味な過剰スペックも趣味の世界では価値になります。どんなに性能の価値が高くてもそれを維持できなければ意味がありません。高額な製品では長期間のサポートとセットになっていることが必要です。見た目に騙されることは悪いことではありません。例えばバイワイヤリングは理屈で見ると意味がありませんが、実際に音が良くなったように聞こえるなら意味があります。アンプに音の違いはないと言ってもマッキントッシュのようなゴージャスなアンプと向き合って音楽を聴けば
多くの人が満足を感じるでしょう。とはいえ値段も重要です。マッキントッシュがいいと言ってもかなりの高額製品です。オーディオ製品はその価値に見合った適正な価格でないといけません。アンプの中には高額な製品もありますが、音に違いがないことを知った上で値段に納得できるなら後悔することはないでしょう。後悔するのは大抵の場合、音に期待して大金を出した時です。ご視聴ありがとうございました。